地対空ミサイル。地対空ミサイル。地対空ミサイル。は、地上から空中目標に対して発射されるミサイル。大規模なミサイルサイトを設置する必要のあるものから、発射機を肩に担いで発射する小規模なものまである。地対空ミサイルは、その用途から大きく3種類に分けられる。ひまど用の地対空ミサイルは、最も初期から運用されてきたものである。 遠距離で敵機を探知、捕捉する必要があるので、かなり大規模な設備が必要となる。一方、ベショーラット用の地対空ミサイルは、比較的最近登場したもので、短射程なので小型であり、中には、個人で携行、使用できる、携帯式防空ミサイルシステム、MANPADS もある。MANPADS 以外のベショーラットミサイルや、ヒマドとベショーラットの間を埋める。 反射艇の小ラットミサイルの多くは車載化されており、迅速に移動、展開できるようになっている。感染発射型のものは、艦隊空ミサイルと呼ばれており、基本的な原理は同一であるが、動揺する艦上での運用や風浪への対策が必要であり、また、運用形態も異なることから、特別な配慮が必要となので、ロシア製のいくつかのミサイルシステムのように、設計段階から、 考慮されていない限りは、別々に開発されることが多い。ただし、ショーラットシステムは、過酷な野戦環境に対応するように開発されている、ことから、艦載対応も、比較的容いであり、アメリカのチャパラルやフランスのクロタルのように転用された、例もあっ死体空ミサイルは、他の多くのミサイルと、同様、第二次世界大戦中のドイツで着想された。 1943年頃より、ナチスドイツは、連合国によるドイツ本土爆撃の激化に対応して、彼らの有していた先進的なミサイル技術を防空に応用することを決定し、HS-117 や V2 ロケットの派生型である、バッサーファル、バサーファルなどが開発された。しかし、ドイツの国力の不定により、これらが大規模に実戦投入されることはなかった。 高度1万メートルを飛行可能なアメリカの新型爆撃機 B-29 の脅威が迫っていた日本でも、独自に B-29 を撃墜可能な地対空ミサイル、イサムリュウを1944年初頭から開発していたが、終戦までに間に合わなかった。その後、核戦略時代の到来とともに、自国上空に侵入してくる核搭載の爆撃機を、 その核兵器の影響が及ぶよりも遠距離から迎撃する必要が生じ、防空兵器としての地対空ミサイルが重視されるようになった。この時期には、これらの想定任務を反映して、ヒマド用途でのミサイルシステムの開発に重点が置かれていた。なお、この時期のヒマドシステムには、核弾頭を搭載したものがあった。これは、一発のミサイルで一機の航空機や一発の 弾道ミサイルを撃墜しようとするのではなく、一発で退去をなしてやってくる、長距離爆撃機変態や立て続きに降下してくる、弾道ミサイルを可能な限り止めて撃墜しようとする、ものであった。しかし、死体空ミサイルである以上、自国、または同盟国の領土の上空で核爆発を起こすことになるため、それによって発生する、放射性効果物や強力な電磁パス、 エンによる味方の被害も甚大になることが予想された。放射性降下物は人的、環境的被害を与え、電磁パルスは電力をはじめとする各種インフラに損害を与える。このため、核弾頭を搭載した地対空ミサイルは早々に姿を消している。このようにして開発されたヒマドミサイルシステムが一躍有名になったのが1960年5月1日の U-2 撃墜事件である。これは、ソ連の第一世代ヒマドミサイルシステムであった S-75、SA-2 ガイドラインが高高度の清掃により偵察飛行を行っていた U-2 偵察機を撃破したもので、従来の迎撃戦闘機では到達不可能な高度でも地対空ミサイルであれば攻撃可能であることが周知され、ここで使用された S-75 をはじめとするソ連の地対空ミサイルテクノロジーは第二次インパ戦争で初実戦を経験した後、ベトナム戦争と第四次中東戦争において大規模に実戦投入され、西側諸国に大きな衝撃を与えた。ベトナム戦争では S-75 に加えて、これよりやや短射程だが、より敏昇な S-125、 SA-35A、そして最も初期の MANPADS である QK32 ストレラに SA-7 グレールが投入されており、高高度では S-75、中高度から低高度では S-125、超低高度では QK32 及び高射砲と、重心的な火力発揮が可能となっていた。ベトナム戦争の期間中、 北ベトナムは4000発もの S-75 を発射し、その中密な防空網に直面したアメリカ軍は ECM とワイルド、ウィーゼル機による敵防空網制圧で対抗した。このワイルド、ウィーゼル戦術は極めて大きな出血を伴うものであったが、これらの犠牲により、死体空ミサイルへの対抗策も確立されていった。また、第四次中東戦争では、 新型の 2K12SA-6 ゲインフルが投入された。これは S-75 や S-125 よりも最大射光は低いものの、臨床で射撃可能範囲が広かった上に、イスラエル国防軍の ECM が通用しなかったことから、この戦争から投入された新型の降射砲である10-23から4とともに、イスラエル空軍は大きな犠牲を強いられた。 イスラエルは直ちに ECM 装置を改良したが、これに対してアラブ軍もイクセムの策を講じ、いたちごっこの様相を呈していた。1980年代アフガニスタン紛争において、携帯式防空ミサイルシステム MANPADS が大規模に実戦投入された。これは空中機動作戦を多用するソ連軍に対する航空戦力及び、 防空火力を保持たないムジャーヒディーンの対抗策であった。ムジャーヒディーンは紛争当初、旅客したソ連製の QK32 ストレラに SA-7 フレールによって対抗していたが、QK32 はすでに性能的に陳腐化していた上に、自国製兵器とあって、ソ連側が対抗策を熟知していたことから、ほとんど成果を上げることができなかった。しかし、 1980年代初頭より、アメリカ製の新しいフィム -92 スティンガーが秘密裏に供与されるようになると、状況は大きく変化し、ソ連のヘリコプターや輸送機の撃墜数が急増していった。ソ連軍は1989年にアフガニスタンより撤退するが、スティンガーによるヘリコプターの損失は、その大きな要因の一つとなったと言われている。しかしその後、 ソ連崩壊や MANPADS の普及により、MANPADS がテロに利用される恐れが増大しており、警戒されている。その一方で、アメリカ同時多発テロ事件に見られるような航空機を使った自爆テロを警戒して、重要施設などの近傍に小ラット、で小ラットミサイルシステムを配備する動きも出ている。一方、特に21世紀に入ってからは、第三世界に、 弾道ミサイル技術が拡散したことを受けて、ヒマドミサイルシステムに弾道弾迎撃機能を付加する動きが広がっている。高、中高度防空、ヒマド、ハイツミディアム、アルタトゥードエアーディフェンスシステムは、最大射高1万メートル以上の防空システムである。射程にすると30キロメートル前後、ないしそれ以上である。野戦においては、軍団や、 方面体直轄の防空火力として運用される。また、その長射程を活かして、溶撃機を保管する、国土防空手段としても用いられ、ソ連においては、防空軍、西側諸国においては空軍に配備される例も多い。ひまドシステムのうち、大規模なものは、ミサイルサイトを構築して運用する必要があり、戦術軌道はほとんど望めない。近年では、 多くが過半式となっており、短時間で発射装置や管制装置、レーダー装置などを車両に搭載して移動できるようになっている。ただしこの場合でも複数のユニットを連接してシステムを構築する必要上、展開と撤収には時間がかかり、迅速な戦術起動はやはり困難である。これは、長射程であるヒマシステムの任務上、 頻繁な移動を考慮する必要がないことによるものである。また、ヒマドシステムには、対中ミサイルもしくは弾道ミサイルを迎撃する能力を持つものもある。さらに、初めから弾道弾の迎撃を主任務として開発されたものもあり、これは特に弾道弾迎撃ミサイル、ABM と呼ばれる。ABM の中には、大気圏内では使用できないものも多く、t h a a d ミサイルなど、 これらは通常のヒマドミサイルとは異なり、航空機に対する攻撃に使用することはできない。短距離防空、小ラットシステムは最大射程が 10km 程度の防空システムである。四段あるいは旅団の野戦防空に用いられるほか、海空軍でも地上の重要施設の防衛に用いる。かつては大口径の降射砲。 M51-75mm 高射砲などが使用されていたが、現在、陸戦分野においては、地対空ミサイル、タンサムによって、ほぼ完全に置き換えられている。多くが自走式となっており、いくつかの機種では、完成装置と発射装置を同じ車両に搭載することで、展開と撤収を迅速に行えるように配慮している。これは、 頻繁に移動する野戦部隊に随伴して防空援護を提供するためのものである。近距離防空、ベショーラット、ベリーショートレンジエアーディフェンスシステムは最大射程が 5km 程度の防空システムである。ショーラットシステムを補完して手段あるいは旅団の野戦防空システムに参加するほか、大体以下の海底で自衛防空手段としても用いられる。 射程が短い代わりに、速応性や、機動性に優れたものとされている。米商ラットとしては、従来、降射機関砲が使われてきたが、現在では、携帯式防空ミサイルシステム、MANPADS、および、それを、射載式、固定式としたシステムが広く配備されるようになっている。ただし、至近距離での速応性という点で、 地対空ミサイルシステムには大きな問題があることから、これらを保管する形で、校舎機関法もなお運用が継続されている。これらの多くは、片内式の携帯式防空ミサイルシステム、MANPADS を改良、転用したものである。しかし、携帯性ゆえに、MANPADS の性能を制約することになっている。 電力供給やシステム連の問題などを解決したものであるため、事実上別のシステムとして捉えられるべきものとなっている。つまり、電力は車両側から供給できるので、はるかに安定した動作が可能になっているほか、より高度な射撃管制装置とネットワーク連接が可能であるので、効率的な射撃が可能である。携帯式防空ミサイルシステム、MANPADS は、 1960年代、後半より配備され始めた、比較的新しいテクノロジーである。MANPADS のコンセプトは、第二次世界大戦末期に、ドイツ国防軍が開発したフリーガーファウストにおいて、すでに見られるが、これは、その後高速化を続ける、航空機に対処できなかった。アメリカ陸軍は1948年より、フリーガーファウストを含めた、 数機種を検討したが、いずれも不十分な防空効果しか得られないことから、独自の開発を決定、コンベア社による10年に及ぶ基礎研究の後、1959年により開発プロジェクトが開始された。これによって開発されたのが、世界初の MANPADS である FIM-43REDI である。また、ソ連でも1959年頃から、 同様の研究が行われており、これは QK32 ストレラに SA-7 グレールとして配備された。これらの第一世代 MANPADS は、いずれも単純な赤外線誘導を採用していた。ただし、イギリスの第一世代 MANPADS である、ブローパイプでは、手動指令標準線一致誘導方式、マクロスが使われている。その後、 第2世代の MANPADS の開発が開始された。これらはシーカーの冷却や二波長高波誘導などの採用により攻撃可能範囲を増大させており、アメリカでは FIM-92 スティンガー、ソ連では QK34 ストレラ3、SA-14 グレムリンが配備された。また、日本の91式携帯値対空誘導弾では、さらに先進的な画像誘導方式が、 採用されている一方、イギリスは、第2世代のジャベリンではより自動化された、無線式サクロス誘導。第3世代のスターバーストでは、レーザーサクロス方式を採用しており、スウェーデンの RBS-70 でも、同様に、レーザー誘導が選択された。第1世代 MANPADS は、ベトナム戦争の頃より、実戦投入されたが、比較的容易に回避されることから、 ベショーラッドとしては、高射法の保管の一機を出なかった。その後、アフガニスタン紛争で、第二世代 MANPADS であるスティンガーが、実戦投入されて、大きな戦果を上げた、1980年代以降も、参照ことから注目を集め、世界的に普及するようになった。しかしその後、ソ連崩壊や MANPADS の普及により、MANPADS が、 テロに利用される恐れが増大した。1994年にはルワンダ政府専用機の脱走ファルコン50が MANPADS によって撃墜され、ルワンダ大統領ジュベナールハビアリマナと便乗していた、ブルンジ大統領シプリアン・タリャミラが共に死亡する事件が発生し、ハビアリマナとタリャミラ両大統領暗殺事件、この事件を直接のきっかけとして、 史上有数のジェノサイドが引き起こされた。また、2002年には、LR 航空機が QK32 で攻撃されるという事件が発生した。LR 航空機は、赤外線 C カへの疑瞞装置を備えていたため、この攻撃は失敗した。これを受けて、2003年の第29回主要国首脳会議において、交通保安及び、携帯式地対空ミサイル、 MANPADS の管理強化に関する同計画が採択された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。